吉田とも発見どうかチャンネル出すもんさあ今度はなぜここチャンスを生かしてもらいたい、ノーアウトで今三塁打が出たところです。レフトオーバーの三塁打です。そして今次のバッターが7番バッターになります。さあちょっと少し点差が空いてますが、バックは1回の猛攻を続いて点を出てもらいたいところですが、ちょっとこう、ランナーが出ても 点が出てこないというところの展開についてはすみません高校です。さあここはノーアウト3塁というところはぜひ1回フォアボールです。さあチャンスを生かしてもらいたいと思います。タイムが入りました。ここは上井球場、スリーボンドの名前がついてます。上井球場です。八王子市内になります。那瀬から私は地元の那瀬からは横浜線で橋本まで来て、それから京王線で南大沢に来まして、それからバスで、タクシーで来たところです。吉田勤です。ちょうど今那瀬高校5回の裏の攻撃です。那瀬高校は3点、相手はちょっと8点を入れてます。3回4回にまたまとめて点を入れられたところです。那瀬高校です。さあここは今回きっちり行こう。ノーアウト1、3塁です。3塁打が出ました。また代打が出てきました。15番の背番号を背負ってます。さあ代打が頑張ってもらいたい。ワンボールワンストライク、ノーアウトです。あ、ワンアウトです。さあちょうどいいところに、いいとこ行ったか。あ、落とした。さあさあランナーが帰ってきます。三塁、三塁ストップです。おー、いいところに当たった。ライト前に、このファーストの候補ライト前に落ちました。いいところです。那瀬高校はなんとヒットが11本になります。相手は7本ですが、点数は8点を入れられて、那瀬高校今1点を返して、8対4です。さらに追加点のチャンスです。ワンアウトで1、3塁です。どちらもピッチャーの制球が悪くて、こうしたカウントになってますが、那瀬高校はヒットで大体、このランナーを進めているところです。さあチャンス、いけいけ那瀬高校。さあ走った。あー、ランナーアウトになりました。惜しい、ランナーを押しました。ちょっとこうしたストーリーミスがついてるところです。那瀬高校気持ちが入るところは分かりますが、ヒットでこう走ってもらいたいと思います。ちょっと点差が空いてるので、この選手を貯めたい、詰めたいという気持ちは分かりますが、大事にいってもらいたいと思います。さあランナーが3塁にいます。那瀬高校です。今1点を返しまして8対4です。 4点差になりました。5回の裏の攻撃です。さあ行け、これは一塁側のベンチに入りました。一塁側の観客席に入りました。吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は夏の甲子園大会、西東京大会です。那瀬高校の初戦になります。おい、いいとこ、いたこ、あー、ライトが追いつきました。この回は1点止まり、8対4、那瀬高校が4点です。終わりました。また次頑張ってもらいたいと思います。